ソラン・シナノ事業本部ソラン株式会社はかつて存在した東京と港区に本社を置いていたシステムインテグレーター。2010年 IT ホールディングス参加に入り上場廃止となる。長野県を拠点に東京、大阪、名古屋に進出していた株式会社 MKC と東京を拠点に全国展開していた株式会社スタッドが1997年に 合併して株式会社 MKG スタッドとなり、2001年に現在の社名となった。社名は、ソラランが由来。主要都市圏と長野県を除く地方支社を分社化する一方で、MS 情報システム株式会社と合併して、宇宙開発の分野に進出、さらにインターネットビジネスのコンサルティングや、ウェブサイト構築の先駆企業、ネットイヤーグループと資本提携している。 金融、通信、製造から ERP パッケージアウトソーシング、宇宙開発などを幅広く手がけ、さらに証券やセキュリティ、医療関係、ウェブ開発に特化した子会社を揃え、ほぼ全ての産業を網羅する総合システムインテグレーターとしてグループを構築しているのが特徴。会社4基本の特色で顧客層広い、と紹介されている。統合した 日本タイムシェアとの事業融合に注力し、上流コンサルティングから、設計、開発、保守運用までを、ワンストップで提供する、トータルサービスを得意とする。2010年10月、IT ホールディングスは、ホールディングス参加の TIS と、ソラン、UFIT の3社を2011年4月に合併して、新会社とし、3社のうち、TIS の規模が、最も大きいため新社名を、 TIS とすることを発表した。本社所在地も現 TIS の東京本社を引き継ぐ。株式会社 MKC スタッド時代は、現在の松本支店も本社とされ、東京と松本の両本社体制となっていた。次の外部認証を取得している。民間企業による日本初の人工衛星プロジェクトとして、2009年に種ヶ島宇宙センターから打ち上げられた、H e い,いや、ロケットに、ソランが開発した30センチメートル急行型衛星、輝きが搭載されている。ありがとうございます。